ボートレース若松パイナップルナイター読売新聞社杯 G1 全日本覇者決定戦開設65周年記念競争予選が終わったシリーズの4日目今日最後のレース一般戦第12レースを迎えました。出走メンバーは1号艇静岡の深谷智弘、2号艇長崎の中島誠一郎、3号艇広島の麻生慎介、4号艇東京の山田哲也、5号艇静岡の河合勇樹、6号艇東京の後藤翔志、以上の6人の選手によって争います。12レース人気1号艇の深谷智弘がゆっくりと1コースへと入ってきます。この陰線で未勝利脱出となるか。そして今日の4レース1着逃げで勝利しました2号艇中島誠一郎が2コース3コースが3号艇の麻生慎介です。後方に引っ張りました4コース4番の山田哲也、さらに奥に引きました5コース5号艇の河合勇樹、6コースが6号艇の後藤翔志です。一般戦第12レース枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前スタートしました。一般戦の第12レーススリットを乗せかせる1号艇の深谷智弘、一周1マークの旋回インから逃げる1号艇の深谷、3号艇麻生のまくり出し、差しのハンドル2号艇の中島、バックスレッジさあ並んだ1号艇の深谷と3号艇の麻生、スタートは前提正常でした。トップ争いとなりました3号艇麻生慎介、1号艇の深谷智弘、3号艇1号艇それに絡んでくる4号艇の山田哲也、2マークは3号艇の麻生が先行した、1号艇の深谷突き放しました、3番の麻生慎介が先頭です。2番手が1号艇の深谷智弘、上位2艇3番と1番、その後ろ3番手は5号艇の河合勇樹、追走する6号艇の後藤、4番の山田、最後方が2番の中島、2周の1マークトップで回りました3号艇の麻生慎介、2番手1号艇の深谷智弘、3番手5号艇の河合勇樹、さあ1号艇の深谷に迫ってきました5番の河合、そして6番の後藤、そんな中トップは独走、1周の1マークまくり出しました3号艇の麻生慎介です。そして2番手仕掛けてくる6号艇の後藤翔士、握った1号艇の深谷智弘、1番の深谷かわしました、3番手が5号艇の河合勇樹、上位の体型は3番1番5番、レースは最終周回に入りました。一般戦の第12レース先頭は3号艇の麻生慎介です。そして2番手が1号艇の深谷智弘、追走の3番手が5号艇の河合勇樹、最後のバックストレッチ上位の体型は3番1番5番です。この3153連単オッズは62倍ちょうどを指しています。ラストターンマークトップで旋回は3号艇麻生慎介、1号艇の深谷智弘2番手、3番手が5号艇の河合勇樹、一般戦第12レースまもなくゴールです。3番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。